ちょっと今日はね、リスニングが発展のね、この原因をね、探っていこうかと思うんだけどね。ちょ、過去問をやっててね、あ、これ聞き取れなかったかな。あ、これちょっとよくわかんないなーっていうのはね、ちょっと三つばかしね、ピックアップしたんでね。え、みんなこれ聞けんの？これみんな聞けるっていうのをね、ちょっとみんなにね、聞いてみたいところなんだけど。いや、普通に聞き取れるっしょっていう人、なんかちょっとコメントでもしてもらいたいんだけどね。うん、それがこちら。I wonder if the sports car's days are numbered. I wonder if the sports car's days are numbered. まあ、これなんだけど、いや、ナンバードって言われてもさ、スポーツカーのナンバードって言われてもさ、え？ナンバー？車のナンバー？車のナンバーだね。え？もうその、え？って思った瞬間にもう2、3行英文が流れちゃってんだね。だからこんなんさ、ジーニアスでさ、まずナンバーに他動詞があることを初めて意識したよね。しかもこの3番、数が定められる、制限されるなんて。知らないし。いや、こんなん知らなきゃさ、聞き取れるわけないじゃんっていう話なんだよね。But I'm preparing for the company's stock exchange listing. But I'm preparing for the company's stock exchange listing. で、お次はこちらなんだけど、いや、普通にリスティングとかさ、まずリストで上場っていうのは知らないしさ、で、リストで上場知らないから、これはもうリスニングに聞こえちゃうし、もうその瞬間もうアウトだよね。カンパニーズストックエクスチェンジリスニング。え？どういうこと？聞き取り？何？調査？え？もうそこで推測が働いちゃうから、もうどんどんずれていっちゃうんだよね。In the absence of the wolves, Yellowstone's elk herds grew rapidly, and they consumed a huge amount of plants, causing a large drop in berry production. In the absence of the wolves, Yellowstone's elk herds grew rapidly, and they consumed a huge amount of plants, causing a large drop in berry production. で、お次はこの長めの長文のこれ、これね。まずそもそもここ、エルクバーズって聞こえちゃうよね。もうその瞬間ちょっとよくわかんなくなっちゃうね。でもまあ仮にエルクバーズで進んだとしましょう。で、ここまで聞き取りますよ。とにかく何かの動物がここまでやったんだと。で、ここ、causing a large drop in berry production。どう考えてもあの、副詞のベリーに聞こえちゃうよね、これね。もうその瞬間は、え、まさにその生産が、とても生産がとかなっちゃうと、もう次の文がどん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 おかしな方向になってくる。で、しかもこのエルクハーズのこのエルクもね、知ってりゃいいけど、このワピチがわかんないし、こんなん覚えなくていいやとか思ってる。そこのあなた、ダメですよ、そういうことじゃ。出たんだからちゃんと覚えましょう。覚え方はこちら。Looking at elect elk's antler, he said, Is this a moose? エルクはこういうヘラジカのことなんだけど、北米ではムース。欧州系の、特にゲルマン系だとエルクって言うらしいのよ。だからこうだよね。Looking at elect elk's antler。アントラー知ってるじゃん。鹿島アントラーズの、この鹿の角ってことね。だから、elect elk's、だからここでかけちゃう。elect elk's antler。He said, Is this a moose? こんなこともし言われたとしたら、あなた、ドヤ顔でこう言ってほしい。北米ではムースだけど、ゲルマン系、特にドイツ語圏内では、エルクって言うんだよね、つって。わかりやすいと思わない？